皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。こちらヤマハの AG100 知ってますか？ AG100 ね、多分 AG っていうのはですね、オートガレージ違いますか、何ですかね、あそこが、なんてこと言うんですか、AG なんですかね、まあ、多分アグリカルチャーっていう感じだと思いますけどね。どうですか、ね、いろんな連想させられますね。 GF っていうのあったじゃないですか、鈴木のね、グッドフレンドみたいなね、グッドフレンドとかガールフレンドとかね、ありましたけど、 AG そういうんでね、いろいろこう呼ぶのも楽しいかなって思いますね。はい、そんな AG100 でございますが、こちらね、今回なぜここにあるのかと言いますと、はい、今回のメニューはこちらでございます。これスポークね、スポーク、はい、こちらもスポークね、そしてただスポークの張り替えじゃないんですよ。ないんです。はい、これなんだかわかりますかね、ハブで、ここにドラムが入ってます。はい、もうね、ドラムは減っちゃってるんですよ、やっぱ距離走ってるので。はい、なので、まあ、そういったところから、まあ、中のね、このドラムだけね、こう入れ替えられればもちろんそれもいいんでしょうけどね、うん、まあ意識。そして、今のが前ですね。で、後ろ、あとオイルシール類ね、こういう、はい、あとベアリングですね。そのあたりは新品に交換させていただくと。これ後ろで、前はね、シルバーで色塗ってあるんですよ。こうね、こう塗ってあるんですよ。わかりますかね、塗ってあるんですけど、後ろはですね、バフがけバフ掛けなんですけど、金板は間違ってないんでね、はい、この交換をやらせていただきます。そして、ブレーキシューですね。はい、ブレーキシューもこれはね、ヤマハ純正で交換をさせていただきたいと思います。なぜかというとね、社外品もあるんですよ。で、何百円か安かったりするんですけど、やっぱり純正が一番安心かなっていうね。まあ、ブレーキの効き云々だけの問題じゃなくて、やっぱり音がどうだとかね、あるじゃないですか。なんでこれね、はい、やらせていただくわけでございます。ね、ヤマハさんはいいですよ。スポークをセットで出ますので、鈴木さんもセットで出ますかね。で、この業界の名手の本田さんだけはですね、1本ずつ出るんですよ。1本の方がいいと思いますか、スポーク。こうやってセットで出るより、どっちがいいと思いますかね。でも1本だけ交換って普通しないですよね。仮に1本だけ交換するにしても、1本折れちゃってね。仮にですよ。仮に1本、まあ2本交換するにしても、全腹にし、結局全腹ですから、要はスポークはもちろん抜かないかもしれないですけど、リムは外しますから、そこまで緩めない、外さないとスポーク1本だけ入れ替えない、いらないですよ。自転車はこうしならせてね、こうやって入れられると思うんですけど、オートバイこれ太いんでさすがにしならないのでね、はい、無理なんですよ。そうなってしまうと、やっぱりね、セットで交換しますよね。セットの方がいいんじゃないかと思うんですよ。なんでそういうこと言ってるかというとね、1本だと割高なんです。はい、これだとおそらくヤマハさん、これそんなしなかったと思う、3,000〜4,000円、まあ、高くても5,000円ぐらいで買えるんじゃないかと思うんですけど、例えば本田さんだとこれ1本200円とか平気でするんですよ。はい、高いのだともっと高かったりしますからね。そうなると全部で36本ですか、これ何本使ってるんですかね。36本、片側36本ですか ?36 って、そうですね、36本使ってます。200円だったとしても、7200円。消するわけですよ。これ300円したらいくらになりますか、なんかわかんないけど、高い。ダメじゃないですか。ねえ。なんで、セットの方が嬉しいですよね。はい。あとね、1本だけあるとね、色がちょっとだけ違うとかね、ありえるんですよ。変わっちゃう。もちろん中古とね、散々使ったスポークとそうじゃないスポークっていうのももちろんあるんですけど、色が違うってことがあるんですよ、まだに。やっぱり、これなんていうんですか、ユニクロメッキって言うんですか、なんですかね。でもね、こう見てもね、ちょっと色合いが違ったりしますけど、この中に入ってるだけでもね。うん、面白い。いろんなね、はい。で、スポークの張り替えをやる、ね、やらせていただくわけですけど、お前できんのって思いますよね。思いますよね。まあ、なんとかなるんじゃないかなっていう。なんて、ね、過去にもやってる映像がありますんで、よかったらそちらを見ていただいてね、お前本当にやってんのかよ、お前できんのかよってね、
そういう風に言っていただけると幸いでございます。あ、言わなくていいですよ。ね、はい。さて、そんな感じで、ちょっと待ってくださいよ。これ AG100 ね、後ろのホイールね、ビールストッパー入ってますよ。これ、お店でやったらどれぐらいかかる？お店って、うちだとお店ですけどね。工事にどれぐらいかかると思います？前後やったら。この状態からね、スポークの張り替えやったら。どれぐらい？どれぐらいだと思います？難しいですよね。おそらくですね、普通の、やってくれるとこも少なくなっちゃったと思うんですけど、やるとすると、もう多分、3万とかね、4万とか、そんな感じじゃないかと思うんですよ。うん、なので、大抵、わかりましたってやめますよね。当たり前ですけど。例えば、下部のね、錆びてるから変えたい。ね。で、金額、やっぱり、おそらく多くの場合は諦めるか、もう自分でやるっていうね。どっちかだと思うんですよ。はい。もちろん、ね、やる方もいらっしゃると思うんですけど、これが例えば、Z2 とかね、CB7 半だとか、ね、マッハとか、そういうんだったら、お金高くても、やろうっていうね。で、ステンレススポークにしようかなとか、ね、あるじゃないですか。ね。ただ、当時もんじゃなきゃダメ？まあまあ、それはいいんですけどね。まあ、そんな感じで、ちょっとね、やらせていただきたいと思うわけでございます。ちょっとお時間かかりますから、パッパッパッとやりたいっていうのももちろんあるんですけど、まあ、スムーズにやれればそんなにはかからないのかなと思ったりするんですけどね。はい。こんな感じで、店長武蔵チャンネル、今回はですね、スポークの張り替えをやるの巻でございました。はい。さあ、そんな感じでね、AG100、サイドスタンドこっち側にもあるんですよ。ほら、わかります？ね、面白いですよ。うん、で、こちらはですね、いわゆる、エンジンは、昔のようなエンジンですよね。このデザインだと RD90 とかこんな感じですかね。違いましたかね。まあ、これ100、一応 100cc。99cc ぐらいあるんですかね。はい。そんなエンジンでございます。はい。そして、AG っていうね、いわゆる、アグリカルチャーバイクとしてはですね、必ずついているのがやっぱりこのね、堅牢なハンドガード。だから倒してもレバーは簡単には折れませんよっていうようなね、ものでございます。そして、やっぱりこう、フロントキャリアですね。やっぱりこれがついてる。これがいいですよね。で、あとなんか書類みたいなの挟めるようにこうなってるんですよ。こういうのついてるんですよね。で、もちろんヘッドライトのガードも兼ねている、わけでございます。そしてもちろん必ずついているのはエンジンガードね。これはやっぱり必要。うん。倒れた時のものですね。そして、やっぱり後ろにも大きなこういうキャリアがついていると。そして、このキャリアの、まあこれね、ウィンカーはみ出してるんですけど、これだとウィンカーね、折れちゃうんじゃないかなと思ったりもしますが、要はここのね、テールライトもガードするみたいなね。で、まあ牧場みたいなところで使うことをやっぱり想定しているので、本来はウィンカーいらないんですよ。敷地内で走るので。はい。ヘッドライトと、まあテールライトはね、まああっていいのかなと思うんですが、その他の部品に関してはね、ついてなくてもいい。でも、仮にですよ、日本で走るにしても、これウィンカーついてなくてもいいんですよね、要はね。ウィンカーなくても大丈夫なんですよ。うん。っていうと、お前何言ってんだよと思われるかもしれないですけど、手でやればいいんですよ。うん。ね。こうやって。これ左折。右折。ね。左折、右折。大丈夫なんですよ。うん。大丈夫ですよね。大丈夫ですよね、それでね。走るのね。自転車とかもそうですよね。こう、やるじゃないですか。だから、なければね、うん、そうやってやれば。ただ、周りの車がそれが分かるかどうかは分かんないですよ。何やってんだろうなって思うかもしれない。危ないですけど。うん、確か大丈夫ですよね。うん、昔の本当に古いハーレーとか、まだウィンカーなんかなかった時代のもとかは、そのままでも車検取るらしいですよね。手でやる。っていう。大丈夫ですよね。ダメなんですか？大丈夫ですよね、確かね。え？違う？何言ってんだって？分からない。ここまで見てる方じゃないとね、そこまでもわからないかもしれない。途中の方で最初のぷってやめちゃうから。ね。はい。で、あとはやっぱり、ね、特徴的なサイドスタンドなんですよ。両方についてて。しかもこのね、座面がこう、座面っていうのが、こう大きいんですよ。要は、不整地でも沈まないようになってる。これがね。そして、なんといってももう一個あるのは、チェーンカバー。要は草むらとか走りますから、チェーンに巻き込まないように、フルカバーついてるんですよ。
スーパーカブじゃねえんだからよと思う人もいるかもしれないですけどね。あるとね、いいんですよ。チェーンが簡単に伸びなくなります。本当に。雨の日走ったって濡れないから、そうそう錆びないですね。オイル塗っといても飛び散らないし、なんといっても外側には。いっぱい塗っといても。いいんですよ、チェーン。はい。こんな感じで、ちょっとね、AG100 せっかくね、来ました。あるんで、簡単に説明をさせていただきました。ですから、私は言いたい。新しい CT125 出ますよね。新しいって変ですね。CT125 出ます。ハンターカブ。ね。私、あれね、見てね、ちょっと残念だなと思って、これ欲しいなと思うのがあるんです。それやっぱりね、フロントのキャリア。CT100 とついてましたよね。すべての車両ではないですけど、オーストラリア仕様、ニュージーランド仕様とかね、ついてるんですよね。で、処理挟み、あれもついてますし、まあ、使う使わない別としてね。でもやっぱり、フロントキャリアついてるといいなと思うんですよね。まあ、右のサイドスタンドはね、諦めます。メインスタンドついてるし。ダメですかね。あ、ね、サイドスタンドの座面が小さいじゃんですよね。どうなんですか。ちょっとわからないんですけどね。そのあたりね、ちょっと気になる部分も多々あるんですけど、実際ね、まあ形ですから、ね、嬉しいですよね。まあ余計な話はしませんね。こんな感じで AG100 やっていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。